旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。こんにちは、旅行の達人のごっちです。今回は静岡でコスパのいいランチグルメスポットをご紹介します。静岡で食べられるコスパのいいランチグルメ、要するに安くて美味しくてボリューミーなランチが食べられればいいんですよね。でもそんな都合のいいグルメスポットなんてそうそうあるものじゃないと思っていませんか？いえいえ、静岡でコスパの良いランチグルメのスポットは結構あるんです。今回は静岡にある美味しい上にコスパの良いグルメスポットのご案内です。ただ未だに残るコロナウイルス感染症の関係で各店舗の営業時間などに影響が出ている可能性もあります。お出かけの前に一度状況を確認しましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたらぜひコメント欄でシェアしてくださいね。旅行の達人、まずは炭焼きレストランさわやか新静岡セノバ店です。炭焼きレストランさわやか新静岡セノバ店は静岡駅より徒歩7分ほどのところにある炭焼きレストランです。静岡県のみで展開しているチェーン店でステーキやハンバーグが人気のお店です。静岡県内では絶大なる支持を受けている人気レストランで静岡グルメ界を牽引していると言ってもいいでしょう。炭焼きレストランさわやかではランチメニューもさすがの破壊力で普段のハンバーグやステーキにライスもしくはパン、そしてランチスープがついてなんと税込み1000円以下で食べられるメニューがたくさんあるんです。おすすめのメニューなのが牛肉 100% のげんこつハンバーグです。お客様の目の前で仕上げる演出もグッドですね。ジュジューっとお肉の焼ける音と香ばしい匂いでお腹が早く早くと催促してきます。口の中で噛みしめるほど肉汁が広がる美味しさ、静岡限定の味をぜひ味わってみてください。続いてはジョカーレです。ジョカーレは新静岡駅から歩いて6分ほどのところにあるイタリアン食堂&ブルックリン風カフェです。お手頃価格で本格イタリアンが楽しめる人気店、大人の隠れ家のような店内で素敵な時間が過ごせます。2019年4月静岡の鷹匠におしゃれなブルックリンスタイルの非日常空間が誕生。遊び心がいっぱい詰まった店内でイタリア料理が楽しめるんです。カフェとしての利用も OK でなんと24時間の営業ですので締めの一杯にもいいですよね。ふらっと気軽に立ち寄れるお店です。ジョカーレのおすすめランチはなんといってもポモドーロです。ポモドーロとはシンプルなトマトソースのパスタ、そのシンプルさがなんとも美味しいんです。店内にはカウンター席もあってお一人様でも気軽に入れますよ。続いては静岡の味サンキューです。静岡の味サンキューは静岡駅と直結している居酒屋です。アクセスも抜群のお店です。旬の食材を使った静岡の郷土料理が楽しめます。静岡駅の中にありながら静岡県各地の名物が堪能できる静岡の味サンキュー、おすすめは何といってもランチ限定ではありますがご主人が一押しにしている静岡ベーコン天丼セットです。で、ベーコン天丼って何？って思ってしまいますよね。サクサクの衣とジューシーなベーコンの噛み応え、そしてベストマッチの天つゆ、一度
度食べたら忘れられない天丼なんですよ。まさに静岡の味、サンキューでしか食べられないメニューですね。こちらでは旬の食材を使った郷土料理や静岡のご当地グルメで有名な静岡おでんや静岡割なども食べられます。駅の中にあるお店ながら和風の店内でゆっくりと落ち着いて食事が楽しめます。続いてはアンディーガレットです。アンディーガレットは新静岡駅から徒歩1分と駅前という立地条件も最高のところにあります。まるでパリの街角のようなおしゃれな気分、ランチや女子会が楽しめるガレットカフェですね。お店では美味しいガレットのランチが食べられます。ガレットとはそば粉で作った生地を薄く伸ばして焼いたもの。サクサクの生地を一口食べるとそば粉の豊かな香りが広がります。おすすめのメニューがガレットコンプレで、王道ハムとチーズと半熟卵のガレットになります。ランチにいただくのにぴったりのメニューですね。パリのカフェや雑貨屋さんのような可愛い外観、店内はシャンデリアと木のぬくもりが感じられる空間で、気分はもうパリジェンヌですね。おしゃれで気軽なガレットパーティーを楽しんでください。ガレットとはフランスブルターニュ地方の郷土料理です。香りよく焼き上げたガレットは日本人にも馴染みやすい食事として楽しむクレープ。オーダーごとに1枚ずつ香ばしく焼き上げますので焼きたてが味わえますね。続いてはレストラン青木です。レストラン青木は静岡駅から歩いて5分ほどのところにあるレストラン。昔ながらの洋食で数多くの人々を魅了してきたお店です。ランチタイムではそんな人気な料理がリーズナブルな価格でいただけます。レストラン青木のおすすめはハンバーグと魚のフライの A ランチです。ボリューム満点のハンバーグに魚のフライがメインになっていて、ご飯とお味噌汁がセットになっています。あまりのコスパの良さにもう食べるしかありませんね。他にも豊富な種類のランチメニューがありますが、毎週お楽しみの今週のランチも見逃せません。どのメニューも1000円でお釣りが来るので安心して注文できますね。一度行ったら毎日通いたくなってしまいそうです。今回は静岡でコスパのいいランチグルメスポットをご紹介いたしました。いかがだったでしょうか。静岡にはリーズナブルな価格なのに大満足なランチグルメのお店がたくさんあります。ジャンルも海鮮系、イタリアン、中華など豊富に揃っています。人気の観光地でもある静岡に立ち寄った際にはぜひコスパが良くて美味しいランチグルメを堪能してくださいね。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。